毎度ねぎまえです。はい、というわけで今回は先日お話ししてた通り、じゃーん、届きました。ブレールの私が購入した秋と冬服、まあ、薄さ的には冬はちょっと寒いかなっていうような秋服に近い長袖とかを買ったんですけど、今回はトップスばっかり買ったのと、あとなんとなくね、その系統を整えてみました。で、いつもだったらちょっと女の子らしい服だけど可愛すぎないっていうか、そういう服を選びがちだったんですけど、今日はね、だいぶ女の子らしい、ちょっと最近私はあんまり着なかったような服とかを選んでみました。もうそれの発言でちょっとバレるかもしれないんですけど、こちらまず1着目、白だから見づらいかもしれないけど、1着目こんな感じのお洋服です。袖の部分とかもね、ゴムが入っててキュッとこう締まってます。一番ね、可愛いなと思ったのがこの襟、伝わるかな、こういうね、セーラー服みたいな襟、こんな感じで、ほんとセーラー服みたいな感じになってます。だいぶね、女の子すぎる感じなんですけど、ちょっと久々にこういうのを着たいと思って、まあ年齢的にきついかもしれないけど、自分が着たやつを着ればいい。なんかすごいこういうの懐かしくて、私高校時代がセーラー服だったからね、久々こういう、ここにこういうのがあるの。ちなみにこの今着てる服がオフホワイトっていうカラーの、値段が1699円。今回も全部 M サイズで購入してます。で、次が2着目、こちら結構生地はしっかりとしてて、今着てるこういうのより全然分厚めの服になってます。ボタンは一番下まであるっていうよりかは、ちょっとだけここね、余裕があるんですよ。だからここら辺前インして、スキニーとかと合わせたり、まあ、スカートと合わせたりしてもいいかなと思って、これは割とまあ女の子らしすぎない感じで、すごく着やすいかなと思います。で、こちらのお値段が1299円。まあ、正直今回全部トップス買ってるけど、下は買ってなくて、あの合わせ方とかは一切考えてなかったんですよ。もう自分家にあるやつでいいかなって思ったのと、また後々 GU とかで秋冬で服を買ったりするかなと思って。で、さっき紹介し忘れたんですけど、これに、これもね、昔、そう、GU で購入したこういうお花柄のスカートがあるんですよ。で、これと合わせても可愛いかなと思ったけど、これだと完全にね、もう女の子すぎるかなと思って。まあ、ちょっとね、おしゃれなお店に行くとかならいいんですけど、私そういうところめったに行かないから、これより、私はこの最近よく履いてる、これも GU のスカートなんですけど、と合わせました。スカートをちょっときつめにしてみました。動画で映るの基本的にこの上が多いので。続いてが、これもね、また襟の部分とかがすごい、ちょうどいい大きさで可愛くて、前にこう、なんていうの、縦線みたいにちょっとね、こうフリルっぽく見えます。で、生地感はこっちのやつとすごいね、似てて、すごいサラサラしてます。で、この服も、この服もそうなんですけど、結構透けやすくて、こう、光に当てると向こう側がね、ちょっと見えたりするんですよ。だから普通に、まあ、下着とかの上にインナーで、前にも紹介した、これもまた GU、ユニクロの、あの、汗吸収するやつ。まあ、夏用なんですけど、今それを着てます、半袖の。だからね、その下着とかは透けずに、インナーも特に透けずに過ごせてます。そういうのを着た方がいいかなと思います。あとはブラトップとかで、これはこの一つだけじゃなくて、このリボンもついてます。で、値段は1599円です。これも後でちゃんと着るんですけど、こういうね、こっちの服についてるんですけど、これでも全然合わせれる。セーラー服の時もリボンやったから、ボタンのやつやけど、まあ、ちょっと今適当やけど、こんな感じで、これと合わせてもね、すごい可愛いんですよ。今回白を2着買ってたから、これはピンクを選んだんですけど、なんかね、リンちゃんっぽいかなと思って、私が大好きな博多豚骨ラーメンズのリンちゃんがちょっと着てそうだなと思って選んじゃいました。次4着目がこちらです。もう本当にシンプルな白の服なんですけど、これのお値段が1499円です。これもこれと一緒でオフホワイトっていうカラーです。で、ここら辺は割とシンプルで大人っぽいんですけど、この腕の袖の部分とかがボワッと大きいリボンになってて、ここがね、また可愛くて、ちょっとしたパーツとかもついてるので、
そしたら服次で5着目、あの洋服はラストです。最後、これがもう今回一番可愛いと思った服、じゃん、こういうブルーとホワイトのカラーで、襟がねパカッとこう2枚重ねになってます。で、前と後ろね結構こう形が似てます。こっちみたいにほんとスパッとなってるんじゃなくて、ふわっとしたセーラーっぽいけどそんなセーラーすぎない襟、これはね下着とか透けにくくなってて、あのインナーとかそういうの着なくても下着だけでも透けにくいよっていう感じ。これがね、カラーがブルーっていうものを購入して、値段が1399円です。ただちょっとね気になるなって思ったのがこの服なんですけど、前のここ、こう締めた時に縫い目がね結構この襟が重くてデロンってなるんですよ。これが服着た時に目立つのか目立たないのかがちょっと気になるなって思います。じゃあ次、これが購入品本当のラストなんですけど、カバンを一つ買いました。グレイルでカバン購入したの初かもしれないんですけど、これもねすごい秋っぽいカラーで、ラベンダーカラーで、これはねサイズとかなくてフリーサイズ、ワンサイズなんですけど、値段が1699円。フェイクレザーの2ウェイになってます。このまず一つ目の使い方、持つ部分だったら腕とかね通しにくいぐらい、まあ一応通るけどそんなに長さがないので、割とちょっと私がもういつも持ってるようなカバンとは全然作りが違います。で、もう一個の持ち方は中にこういうねショルダーにできるものが入ってます。これで2ウェイ。私こうかけるか腕にこうやるかしたいんですよ。あんまりねこういうちょっと手で持つようなのが好きじゃなくて、で中の部分にもしっかりとこう肩が崩れないように紙もしっかり入って届きました。ここね今ボタンとかで外せるのかなと思ったけど外せなさそう。もうこのまま固定。ちょっとね取り出す時に気になるかな。今までこういうの持ったことないからっていうのもあるかもしれないけど、まあ、こうずらせれば全然ね中身は確認できます。で、中はなんかすごい厳重で、ここまず横にねボタンが一つパチッとあるのと、でここはあの磁石タイプでくっつくのがあります。二重体制からのここにチャックのある、ちょっとあんまり物は入れなさそうだけど、こういうポケット一つ、ここに両サイドに大きめのこう収納スペースで、あと最後この、これもねすいません見づらいんですけど、ここにグレイルっていう文字の入ったロゴ的なやつがあって、あとここ最後チャック中にも一つあります。チャックあるのもいいし、あと私こうオープンになったやつが結構苦手で、チャックとかこういうボタンがないと心配なんですよ。そういうのはすごいいいかなって思います。まあ、とりあえずこれをつけてみて、長さ調節もできるようになってます。あ、すごいいい感じ。大きさもこんな感じですごい使いやすそう。このカバンのサイズ感はね、ビニール本で比べるとこれぐらい、縦幅はあんまりね思ってたよりないかな、横幅はちょっと余裕があります。じゃあここにちょっと私がね最近持ち歩いてる中身を入るのか、まあ、まずこの一番大事なお財布はここかな。あーでもこれでちょっとギリギリかも。で、あとこの無印で買ったメガネケース、これもお財布の横にポッと入りました。で、スケジュール帳とかも縦に入って、あ、全然入る。あとは鍵とか薬、真ん中を止めるとこうちょっとね上の部分が長方形で四角かった部分からキュッとちょっと丸みを帯びてくれますっていう感じかな。まあ、中に入れるものによったらちょっと閉まらないかもしれないっていうのと、あと今気づいたんですけど、お財布が入れるとあの長財布、小さめの財布だったらいいんですけど、これそんな分厚すぎはしないお財布なんですけど、ここが止まらなくなりました。あ、でもこの横の真ん中のこのさっきのボタンのやつを外せば止まりました。両方にはできないってことか。まあでも割と閉めてみたら財布とかも中身は見えづらくなったから大丈夫かなと思います。どうしても見えたくない小物とかそういう系だったらこの中のチャックにしまえばいいし。はい、というわけで今日はこんな感じでグレイルで購入した秋服のご紹介でした。今年はねもしかしたらもう買わないかもしれないけど、また来年とか冬服春服とかもグレイルで購入してみたいなと思ってます。ってことで、ちょっとね今回白服着てたから
白飛びがすごい激しかったかもしれないんですけど、今回もご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひグレールで購入してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まいどー。